うん、吉田さんが、うん、俺より先にこの野郎って感じで嫌だってそれで結婚しよう書いたんで素晴らしいですね。それでついでに六文星を潰してったんで、うん、なんかそれ聞きました。なんかもうその歌謡祭の打ち上げで拓郎さんが怒りまくって、うん、もうなんだよビジネス界に身を売りやがってとか散々言った、散々言ってたくせに自分が横差し結婚しようよわーって言ってそうそうそうで六文星のメンバーをさらっていくさらっていくというとんでもないやつ笑うとこなんですかこれね。まあじゃあとりあえずねその中で、まあ今日のタイトルでもありますけど思うかけばしかという曲があるんですけど、うんうん、これあの作詞が田中信彦さんという人と共作なんですね、うんうん、作曲が光栄さんなんですけども、うんうん、まあ曲のいきさつなどをちょっと聞きたいんですけども、そうねこれはねお芝居っぽいイメージがね、そうだ芝居の劇中歌だよ、はい、劇中歌だったんだけど劇中歌によくあるんだけど1分ぐらいの長さと要するに思うかけ橋から天馬橋、天馬橋から日陰橋、季節外れの風のように季節外れの赤とんぼ流してあげようか大淀に、切って捨てようか大淀にってワンコーラスのサイズしかなかった、はははでそれを六文星に持ち込んで歌ってたら、うん、それいいからやろうってことになってたけど、で我々のそのフォークを最初歌ってた方ってグループいっぱい登場してたのね、だから一つのグループが 3,4 曲とかそういうのしょっちゅうで、そこで1曲歌ったら1分なんだよねその長さって1分ちょっとぐらいあるんだけど、うん、ほんで1分で切って捨てようか大淀にとか言ってグワンと終わるとお意外な拍手がと思ったの、うん、で小室が2番書かないかもう少し受けてたいって感じでもう少し受けてたい、うん、ほんで2番書いたんだよ。でこれは、田中さんという人は1番で一緒にやってる作詞を、だから1番が本当の詞で2番は僕がでっち上げたの。あ、なるほど。ああじゃあ1番が田中さんの、そうですね、ほとんどで2番がもう、まあ、でっち上げて膨らませて、まあいいこと言うね膨らませて膨らませてね、よく言うと、うんうん、いやいやいやそのよく言うととか言わなくていいから時計がありました、すいません、なるほどね、そういういきさつで、うんうん、でもなんでこれ面影橋からなんですか始まり。よく聞かれるんだけど、うん、これは田中さんが知ってるだけで僕は知らない、知らないんですね田中さんに聞いといてください。ああどういうことなのか、だってこれでみんな面影橋ってどこなんだろうって、あの高田馬場の路面電車のあの駅にですね、うんうん、フォークファンがいっぱいいたみたいですよ。行ったのって そ, う、うん、それでなのに小平さんは知らないんですよ、ね、いやいやだからなんで面影橋からかって言われるとそれは知らん、それは知らん、だってその後天満橋だよ、これは関西だよですよね、うん、まあどういう意味なんですかこの歌、どういう意味これはねちゃんとね深いわけがあるはず、あら知らないだけで知らないですね、うん、知らないで歌ってたんですか、知らないで歌ってたんです、あんなに気難しそうな顔していや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 、うん、劇中歌でもその芝居の そのちっちゃい小屋でも僕が歌ってたらしいんだよね、らしいらしいっていうのはあんまり覚えがないんだけど、僕の同僚がたまたま手伝ってくれるってんでやってきて、それでその日僕がサボってその会場にいなくて、はい、自分が歌ったって言ってたからね。でね昔はねサボるのは普通だったの、本当だよ、その5人もメンバーいたら1人ぐらいいなくたってどうってことないじゃん。なんかねこの間、まあ、あのまるで六文星のようにやった時も打ち上げで明日まるで六文星俺サボろとか言ってましたもんね、うん、うん、未だにそういうの、未だに、うん、今の話するなよ、あすいません、カット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 、カット、うん、気持ちはあるとね、うん、はい、まあだからね、うん、そんな意味分かって歌うとかなんかそれはないんじゃないかな、そういうことは別に大切じゃないんじゃないか、大切じゃないんじゃないかなそういう意見です皆さん意味なく歌いましょうってことで、意味なくて、大体雨が空から降ればって歌ってあれさ、あれもよく分かんないですからね、芝居の中でハマってるからある程度分かるけど、うん、そうですよ、無理だよあれ、無理ですよね、無理、お魚で公園で魚を釣れって言ったってね、無理だよ、そっかどこなんだみたいな、それ普通禁止だよ釣り禁止だですね、そういうことなんですけど、もう理屈で考えちゃいけないんですけども、うん、そんな中で、またこれも面白い歌ですけど、ガラスの言葉、おうおう、吉田拓郎さんで有名になっている、うん、元気ですね入ってる、うん、あのめちゃめちゃ売れた元気ですね、うん、入ってるわけなんですけども、うん、このいきさつっていうのはこれね、はい、これは拓郎さんがね、はい、自分の詩じゃないなく作りたくなってる時期だったんだよね、あれね、うん、岡本おさみとかでやったりしてんじゃないかな、そうですね、ね、はい、それで色は彩りっていうのアクセントじゃないですか、アクセントですねそのアクセントにお前もかけって言ってきたの、うんうんうん、それでうーんまあ人が歌う歌なんだし適当などでいいやと思って適当な詩渡したんだろうね
それもだから何も考えてない。だからどこまで考えてるって言えるかは分かんないけど、で私と拓郎さんがさ、はいはい、できた時にできたけど意味分かんねえっつったのねなんだこの歌、なんじゃこの詩はとかって言って、で書かれてきた割には非常にいい曲だなって、すごいいい曲ですけどね、拓郎さんの曲の中では。だからあれをなんかパッと聞かせると、えそれ拓郎さんの歌なんですかっていうなんかイメージと違う、教育で一般的には、ね、そうだよね、はい、そう思ってすごいいい曲だなと思ったんだけど、はい、残念、あのね、詩が違ってんだよね。そうなのらしいんですよ僕が渡した時は、ミルキーウェイに花がほらあんなにいっぱいって渡した、ね、ミルキーウェイっていうのは銀河でしょ、はい、それを天の川、あれ銀河と天の川って違ったっけ、あ同じ、どうもありがとうございますそ, うか、その銀河天の川がミルクウェイって歌ってるの、拓郎さんはね、ミルクウェイに花がほらって歌ってますよね。それはない。ないですよ。ミルクウェイっていうものはないですよ、ね、うん。だから造語だとすれば、牛乳の道とか、牛取った道とか、酪農の人たちがこうね、常に使ってる道とか、ね。ミルクロードって感じ、うん。それでそれを一応ダメ出ししたんでしょ、拓郎さん。拓郎さん、うん、これミルキーウェイなんですけど、うん、みたいな。そしたら拓郎さん。録音終わってるし。もうそのまま世の中出たらミルクウェイでみんな拓郎さんのその番を知ってる人は聞いてるはずなんだよね。でもね、僕はねミルキーウェイっていつも歌詞カードを見ながら歌ってたんで、うん、気づかないでね、ずっとミルキーウェイミルキーウェイって歌ってしまったんですよ。少数派、え少数派ですか、うん、だからあの小林さんと初めて会った時に僕がその曲ねちょっと前座で歌ってたんですよね、うん、で楽屋に戻ったら、うん、ちゃんとミルキーウェイって歌ってんじゃんって言われまして、うん、はどんな意味ですかって言ったら今の話聞いて、そうか拓郎さん、そうかよく考えてたらミルクウェイなんかミルクウェイ言ってるなと思って、そういえばそうだと思って、なかなかひどい人ですね。そうそう、それでさ、うん、もうちょっと告げ口でいい、はい、どんどん言ってください。あのさ、面影橋からっていうの拓郎さん歌ってるんだけど、拓郎、はい、さんはこれね、あのオンステージ友達に入ってますね、これね、ミニバンドで一緒に入ってます。本当は、はい、面影橋から本当はだよ、はい、天満橋でずっと今なの流すんだけど、タクロさんはすぐ戻る。面影橋から天満橋ってガチャンチャンチャンこう戻って、コード違うんですけどっつったんだけど、いいんだこれでって言ったいいんだよこれで、う誰が書いた歌なのあれですとにかくじゃあタクロさんはもう小林さん の意見を聞いてくれたことはない。まずね、はい、2つ上なんだけど、はい、我々の20代の2つ上っていうのは学校で1年生と3年生じゃない、もう応援団の世界に近いような、近いよ当時だしね、だからそう言われたら、はい、はいって言ってそんな先輩たちもういっぱい、あで、高節さんは同じ、高節はね、うん、同じアパートの住人だったんで、この話が結構面白くて、あの高円寺でですね、ね、うん、陽水さんが何から来た、はい、ものすごいフォークのアパートがあった、はい、3階に僕がいて、うん、4階高節で、はい、5階に、所行くよさ、あそうですよね、それは分かんないでしょ、はい、それは、高節の奥さんね、あそうですか、ね、はい、それで三ツ矢コーポっていうとこ行ったんだけど、ミス三ツ矢コーポって我々密かに言ってた女の人の、その人ね、うん、それで、高節はなんとかその彼女と顔を合わせたいんで、どういう時だと思う、朝ゴミを出しに行くこれが最高でしょ、その人がゴミを出す時にわざわざ来るみたい、そうだね、ゴミを持って待ってんじゃないの、うん、4階あのエスカレーターとかエレベーターとかそういうものを類のものはないから、はいはいはい、階段のところでさも歩き出す雰囲気でこう今からすできますみたいな感じで、ああ偶然だみたいなやつ、高瀬さん当時の風貌と似合ってそうですね、そのムードがね、バッチリだよね、それで、あのまあそういうのことでしょ、あとは11時ぐらいになると、夜の11時ぐらいになると彼は文化放送でなんか番組やってたからよく出かけていくんだよ、セイヤンのとこですかね、あそうかもしれない、はい、で4階からクーッと降りていくとき僕の部屋の前こうドア開けたまんまジャラ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 、小林さんはマージョンをやってるとやってるから、どういったメンバーでやってるんですか、これはね一番多かったのは多分西岡京三、はい、西岡京三が僕のとき居候したりしてたから、うん、